アラバトスピット南部に位置するアラバト要塞、アラバトスピットもしくはアラバトアローはアゾフ海とフカイトを隔てるサスである。このサスはゲニチェスク海峡を北端にクリミア半島の北東の海岸沿いにかけて位置している。アラバトスピットはウクライナとロシアではアラバトアローと通常を呼ばれている。南端に位置するアラバト要塞に由来しアラバトとはアラビア語で 中屯地を意味するラバトもしくは郊外を意味するラボドから取られたとも言われている。アラバトスピットは長さ1 1 2トル幅は2 7 0ルから8トル、平均幅は3 5トルである。面積は約395平方キロメートル。サスのアゾフ海側の海岸は低地かつ直線的で、あるが深い側は入り組んだ形をしている。 ゲニチェスク海峡側から 7.5km 地点と 32km 地点の2カ所に幅7から 8km ほどの茶色みがかった粘土質の丘陵地帯が存在するほかは主にアゾフ海の海流によって堆積した砂と貝殻からなる。海岸から100から 200m ほど沖合でもその深さは 2m ほどと遠浅である。冬の気温は摂氏0度近くまで下がるが、 春と秋は10摂氏15度ほど、夏には25摂氏30度まで上昇する。西暦1100年から1200年頃の地盤沈降によって形成された比較的歴史の浅い地形である。1835年に道路と25から 30km 置きに設置された5つの郵便のための駅邸が建設される以前は無人であった。十九世紀の終わりにアラバトという名前の村ができるが、 当時235人ほどであった入植者たちは主に漁業や落農などに従事し、また、深いの浅い海と塩分濃度の高い海水を生かし増援業も行われた。19世紀当時の塩の生産工は、アラバトスピットだけでも年に2万4千トンに達した。現在この地は主に保養地である。アゾフ海側の海岸はビーチとしても利用されている。このサスは、 地理的には、クリミア半島の一部であるが、北側は、ウクライナヘルソン州にし、南側は2014年からは、クリミア自治共和国が事実上領有している。クリミア併合において一時は、サスの全体が、ロシア軍によって占領されたものの、2014年12月に、北部のヘルソン州側から撤退した。サスの北部、ヘルソン州には、ヘニキスカハーカ、シュチイスリバチェブ、 ストリルコブといった農村が位置し、南部のクリミア自治共和国側にはソリアンという農村がある。ありがとうございます。